ルカスだぴょんぴょん、こんにちぴょんぴょん。宮地、今日はどんな怪我の具合だぴょん。主様、うん、傷は開いてるぴょん。ぴょん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 。ルカスだぴょんぴょん。主様、会議への参加お疲れ様でした。ハウレスだぴょん。ハウレスは毎日夜にじゃがりこを10袋いただいてるぴょん。でもね、ハウレスはストイックな人間だと思われたいぴょん。だからみんなの前では言わないぴょん。え、体型維持はどうやってやってるかって、そう、掃除機で吸ってるぴょん。脂肪を掃除機で吸えば全てカロリーはゼロになるぴょん。なんかラプンツェルが実写化するみたいな噂だよ。まだ程度の話が流れて、でね、もしかしたらキャスティングがダブキャメロンになるんじゃないかみたいな噂が流れてるの。ダブキャメロン、ラプンツェル大人っぽすぎない？ダブキャメロンってさ、ルイ・ヴィトンフェイスなんだよ。アメリカン小松菜奈に対してラプンツェルってアメリカン橋本環奈、サクサクパンダ顔っていうか親近感が日本人からしたらある顔なんだよね。だからさ、ちょっとイメージ違うなって思ったんだけど、でも似合うんだろうね、ダブキャメロンがラプンツェルになったらって感じで思いました。私的にはね、なんかエリザベス・オルセンあたりとかやってほしいなって思ったんだけど、でも年齢的にあれかな。もうでもエマ・ワトソンはね、確かベル役20何歳かでやったよね。20代後半でやったよね。だから別に年齢制限があるわけじゃない。アレジ様、会議への参加お疲れ様でした。オッケー、あなたは何フェイスでしょうか？プーマフェイス。スポーツやってそう。うん、本当ですよ。あ、ルカスだぴょん、あなたの傷口開きます。ルカスだぴょん。さすが、あなたの主様ですね。外的要因の傷口は治すけど心の傷は開きます。ルカスだぴょん。貴族を前に堂々としていて、さすが主様でしたね。そうだろう、ドーンと胸を張ってるんだよ。自分の発言に疑いは持たない。どうも主様です。ほとんど黙ってたけど、まあ意図的黙秘だよ。主様は俺から見ても堂々とされていましたよ。そうだよ、春日ぐらい胸を張ってた。春日のように胸を張れ。これを学校の校訓にしよう。はあ、俺は貴族との会議はなかなか慣れません。あ、そう、まあ、私はね、毎日毎日おしゃれなカフェ行ってるから慣れっこだよ。しかしどうしても息が詰まってしまいます。あー、慣れてないんだ。じゃあ私はこれからドヤ顔でスターバックスに入ってくる。おやおや、多分空気同じでしょ、スターバックスとあの貴族会議って。ほんと落ち着いて見えたけど、え、スタバ空気は私全然いけるよ。あ、私もおしゃれですけどみたいなね。なんかスマホでいろいろと作業してる風に見えてゲームをしてるみたいなね。つむつむやっちゃおう。俺もそう見えたよ。主様にそう言っていただけるのは嬉しいですか？あ、なに？主様の言葉を蒸し返す気かい？ふむ。正直無礼のないように緊張しておりました。あ、そう、あなたは顔が無礼だから死刑。こんな人いるかな。でも昔のさ、なんか時代とかはありそうだよね。あなたは顔が無礼で死刑みたいな、顔が淫乱だから死刑とか、顔が大根臭いから死刑とか。まあ彼らはプライドが高いからね。あー、プライドは高く便座は低い。そうですね。あ、怯えてるじゃん。もう羊アレルギーなのかな。はあ、それにしても暑いね。羊アレルギーだとルカスさんたちのアレルギーになっちゃう。違う、貴族アレルギーなのかな。暑いんだ。だけど主様の前であまり行儀がいいとは言えませんが、ここでローブを脱いでいいですか？あ、着るのはいいけど脱ぐのはダメだよ、もちろん。だって宮地さんもさ、最初の方で同人誌の展開やったのに、また同人誌の展開やる気？もういいって、アクネコと同人誌は関係ありません。もちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、脱ぐんだ本当に。よだれかけじゃないのそれ。うん、ゴソゴソしてる。あ、え、そっちの方がスマートでかっこいいよ。私こっちの方が好きだね、衣装。へえ、涼しい。あ、に胸元がちょっとエッジ結びで金縛りに合ってる。うーん、いくら貴族と会う時の規則とはいえ、この時期のローブは暑いね。あー、え、通気性いいんじゃないの？ふむ。そうですね、俺も脱がせていただきます、主様。あ、ハウレスはダメ、絶対ダメ。あ、脱いだ。
許可してないのに。ふぅ、涼しい。ハウレス、脱ぐんだすぐ。まあね、プライドも捨てて、ローブも捨てる。それが一番羊としてやりやすいんじゃないかな。夏服似合ってるね。ありがとうございます。ありがとうございます。スマートだ、本当に。タイの衛兵隊長やってそう。主様、最近暑くなってきたので羊全員衣替えをいたしました。ああ、なるほどね。私はただでさえ髪が長いからね、思い切ってハウレス君ぐらい短くしようかな。いいじゃん、ハウレスぐらい。ルカスさん似合うよ、顔かっこいいし。まあ顔かっこよければもう正直角刈りでも似合うよね。ねえねえ、似合うと思いますか、主様。ああ、ルカスさんは結構自分のことに対して自信がおありなんだね。聞かないでしょ、だって。いや、自信がないからこそ聞くのか。いや、わからないな、ルカスさん。でもな、どうしようかな。切ってみてもいいんじゃない。それなんで伸ばしてるんだろう、理由あんのかな。ルカスさん、その髪切ったら私カーネーションにしたいからちょうだい。短いのも見てみたいかも。主様にそう言われると本気で悩みますね。ああ、どうしよう。これルカスさん推しだったらさ、この髪の毛全部いただいて自分のその墓地まで持っていくんだろうね。私が死んだ時に共に死ねるように。お、ルカスさん。あのルカスさん、何？どうした？恋バナ？恋バナわけ？おい、恋バナわけ投手出たぞ。ん？どうしたの？会議の終盤、ルカスさんは人類存亡の危機とおっしゃっていましたか？あ、ハウレス！あれはさ、でも、正直オーバー表現であるよね。まだわからないじゃん、だって状況的に。でも、ああやって言っといた方が無難ではある。なぜなら、ああやって言えば、いざ小規模なその戦闘になった時も、あ、これぐらいで良かったですねってなるし、その逆はいけないんだよね。あの小規模全然問題ないですよって言いながらも本当に被害が増大しちゃった時は責任問題になるから、オーバー表現にしといた方がいい気はする。あそこは本当にそう思われますか。あ、ハウレス真面目だな。まあ確かに不安ではあるよね、あんな医学部ホスト側が来たら。はぁ、会議でも言ったように知能天使の力がどんなものかわからないからね。まあそうだよね、ルカさんなりの見解っていうか、正直何とも言えないけど、まああの場ではあえて強調した方がいいと思ってね。なんだろうな、大きいサイズを買えば後で裾直しとかして小さくできるけど、小さいの買っちゃったらサイズ合わなきゃまた大きいの買うはめになるからみたいな。わかる、これ言ってること。ふむ、あえて強調ですか。そうそうそう、強調強調。フィンレイ様は聡明だからね、事態の重要性はすぐに理解してくださるけど、貴族たちは協調性がないけど私たちは協調性を持たないと。問題は他の貴族さ。あの貴族たちは何やってるんだろう。のんきだね、だいぶ。昼間からワイン飲んでるんだろうな、テーブルクロス引きとかやってるんだろうな。他の貴族が問題ですか？他の貴族？はあ、彼らは今も不自由なく暮らしているからね。ああ、市民の災害もいざ知れず。天使の謎を解くよりも、天使の謎を解くよりも、これまでの世界が変わることを嫌うのさ。ああ、なるほどね。自分たちの安泰が欲しいんだ。いやー、そんなのじゃ市民の声は届かないよね、貴族たちに。だから問題を自分ごとに捉えてもらうためにあえて強い表現をしたんだ。あ、なるほどね。自分たちのところにも被害が来ると。頭いい。賢いね。それに私が強い表現を使えば。なるほど。だから自分のことのように危機を持ちなさいっていう警告でもあるんだ、ルカスさんからの。ねえねえ。フィンレイ様が他貴族を説得する手間も省けるからね。あ、確かに。なるほど。そこまで考えていらっしゃるのですね。あー、賢い、ルカスさん。やっぱ長年髪を伸ばしてるだけあるわ。さすがルカスさん、勉強になります。ああ。
さすがルカス、なれなれしいな。いやいや、そんなそんな。でも褒められると嬉しいですね。あ、嬉しいんだ。え、ルカスさん私結構好きなんだけど、キャラ的に。ですがまあ、何ですか？主様を不安にさせるようなことを言うのは心苦しいですけど。あ、やっぱその懸念もあるんだ一応。人類滅亡の危機かもしれないのは本心です。知能天使の能力がわからない以上、警戒しすぎなくらいがちょうどいいと思います。そうだよね、フリーザ軍みたいな奴らが来たら地球なんて爆破寸前になるよ。私の戦闘力はあなた53万人分です。そりゃそうですね。遠征行く羊。あ、もう支度するの早くない？ちょっと今会議に出たばかりなんだけど。お帰りなさいませ。会議は現場で起こってるんじゃない。貴族たちが群がってるくっさいところで起きてるんだ。お帰りなさい。あれ、衣替えしてる。あ、みんな夏服になったの。ただいまベリアン。主様、親がミートボールを食べさせたくない服ランキング第1位。お帰りなさい主様。あ、ムード。ただいまム。大丈夫ですか主様、貴族との会議は大丈夫でしたか？ムーって響きいいね、プーみたいで。クリストファーチマンで行こうかな、これから。何か不当に責められたりしませんでしたか？え、それはいつものことじゃん。専売特許っていうか。大丈夫だったよ。よかった。それは安心しました。ああ、そう。でも責任転移が貴族の専売特許だからさ、まあそれはちょっとかわいそうじゃない、お箱を取るのは。ルカスさんもハウレス君もお疲れ様でした。あ、よし、じゃあワンピースのあのアラバストの最後の名シーンやろ。左腕を、右腕のバッテンを上に掲げよう。あの、ところでルカスさん、党の調査はどうなりましたか？そうだね。許可が出て、やった、父さんのところに行ける。そりゃよかったです。おお、誰で行くの今回は。え、でも大人数で行かないといけないよね。グロバナーキの偵察部隊も同行することになったけどね。え、羊ちょっと減らすってことこれ。なるほど、そうですか。出発は早くて来週ぐらいかと思われます。何人で行くんだろうこれ。でも前より多く人数を出払うのか。はい、なるほど。では早めに同行する羊を決めないといけません。そう、羊これ楽しみなんだよね。修学旅行のグループをくじ引きで決めるみたいな楽しみあるね。いや、楽しみでもあり不安でもあるみたいな。今回の遠征は正直何が起きるか分かりません。へえ。あの、用心のために強い羊だけで固めましょう。あ、バスティン、あとロノハウレスは決定かな。あ、あとボスキも決定かな。強い羊、あと誰だろうな。ラトの能力が分からない。俺は、そうですね、俺も賛成です。あ、弱賛成ビオレ。ではハーレス君とボスキ君、ルカスさんにも来てほしいです。あ、ルカスさんも、ルカスフィルムも。わかりました。あ、ハーレス大丈夫？ちょっとストレス溜まってない？身体ケアとかした方がいいんじゃない？人間ドック行きな、ハーレス。もちろん。あ、いいんだルカスさん。あ、でも確かに医者は必要だよね。ですが、戦力的にはバスティン君も同行してほしいですが。あ、怪我がまだ治ってないっていうか、治ってないのか、完治してないの。この間悪魔化したばかりですからね。あー、なるほどね。バスティンだって最強でしょ。そうですね。はい、今は無理をさせたくありません。俺もそう思う。まあ確かにね、同調すんね。主様、自分の意見言え。主様、ではバスティン君は今回はお休みしてもらいましょう。はい、わかりました。なんか実質ベリアンさんが、主みたいな感じするんだけど。表だってベリアンが主をやってもバレなさそう、貴族たちに。ねえねえ、それじゃあ思い切ってラト君はどうかな。お、ラト、え、ラットウィンプスは不安定じゃん。暴れすぎて R 指定を食らった鶴の恩返しみたいなことしてるじゃん。どうかな、彼なら戦力的にはトップクラスで。あ、え、そうなのラト。ふむ、それはそうですけど。え、ラトウィンプス本当？
鶴の恩返し。少しは、はあ、鶴の倍返しだ。部屋に来たら全員ボコボコにする。そうですね。天使を前に暴走しないか心配です。あー、でもラッド、私ラッドとちょっと親交深めたいっていうか、羊だからさ、少しなんか仲間外れにするのはかわいそうじゃないかなって思うけどね。それについてだけど、なんかその心の何かを取り除いてあげればバスティンみたいに心晴れるかもしれないけどね、ラッドインプスも。うん。ラッド君は主様がここにいらしてから以前よりは言うことを聞く傾向にある。あ、なんかね、ちょっといい部分も見えるんだよね、ラトって。なんか悪人には見えないんだよ、正直。そうなんだ。それに宮地にも来てもらったらどうかな。おお、ルカスさんから。波紋が広がる。では、そもそも宮地なら戦略的にも申し分ないし。あ、いいの？それルカスさんはどういう算段でやってるんだろう。気まずくしたいのかな。ラト君のフォローもしてくれる。先生に怒られてる生徒を見るのが好きみたいな、そういう感じかな、ルカスさん。なるほどな。なるほど。それで授業が短くなればラッキーみたいな。はい。そうですね。それではラト君と宮地さんにも来てもらいましょう。あー。でもラトと初めてちょっとなんか喋りたいね。趣味はあるとか、あんまり近づきすぎない方がいいのかな。よろしいでしょうか、主様。あ、でも宮地さんがいるなら大丈夫じゃない？静止役がいるって。うん。ありがとうございます。わかりました。ありがとうございます。まあ、最悪私がぎゅっと抱きしめてあげるからね。ラトのこと。はい。ハウレスさん、ボスキさん、ラトさん、宮地さん、それにルカス様で。え？下出しモンスターリストラになってる。今ゲオに下取り出しに行ってんのかな、もしかして。僕の下切ってくださいみたいな。頼もしいメンバーですね。そうだね。なんか前よりガチガチに固めてきた気がする。僕は、僕も主様を守りますよ。ムーも来るの？また来すぎじゃない？ムー少し。ムーちゃん。頼もしいね、ムーちゃん。あ、ムーちゃん。私は、さらに私も同行します。ベリアンも？でも前傷負ってなかった？ベリアン大丈夫なの？そんな白い服でスパゲッティ食べれないからね。ファミレス行くのやめな。少しでもいいので知能天使のことを知りたいですから。あー、ベリアンは別に強くないって感じだな。戦力的な部分の部隊と、あと後方部隊っていうか後ろでサポートする部隊、2パターンいるみたいだね。あ、ロムは、ロムは来ないんだ。今ここにいない羊には俺が伝えておきます。ふーん。ハウレス君。ありがとうございます、ハウレス君。ちょっとわかんないな、その強さランキングみたいのが。よろしくね。ボスティンが最強なんでしょ、でも。おお。羊の秘密。また秘密なの？ちょっと、なんかさ、交換日記しよう、みんなで。ね、恋話を、恋バナ、恋バナ系の当主として恋バナしたいです。コンコン。おや、どなたか来ましたね。誰だ、不しつけな。帰れ、今すぐ帰れ。主様の部屋だぞ。どうぞ。誰だ。主様、こんにちは。失礼いたします、主様。お疲れ様でした。先ほど申し上げましたが、貴族との会議お疲れ様でした。お疲れ様です。本当に疲れましたよね、ちょっと。戦闘もね、本当お疲れ様です。はい。どうぞ、一息ついてください。ふぅー。ふぅー。今、パイプ式のタバコ吸ってる。こちら、アッサムの茶葉を使ったミルクティーです。あ、今、ミルクティーの薬物も注入中です。おいしそう。それと、ラズベリーマフィンでございます。あー、カップケーキ。おいしそう、これ。誰が作ったん？ロノ？なんか、つぶつぶ入ってる。集合体恐怖症の人、閲覧注意。つぶつぶがすごいな。ニキビを潰した結果、お皿に集まってしまった。思春期ニキビ。
ちょ、何言ってるか分かんない。ありがとう、ありがとう。ロノ君の新作スイーツらしいです。あ、新作なんだこれ。すべて新作じゃないの？定番のやつあんの？だってここ限定でしょ。とても美味しそうです。コメントコーヒーみたいなもんかな。はい、実は先日試作品を味見したのですが、すごく美味しかったです。まあロノの作るものはないよね、ハズレは。楽しみ。試作品、あ、試作品とかあるんだ。一応味見とかするんだね。まあ、それはパティシエとしてのプライドかな。その後俺は紅茶とラズベリーマフィンをゆっくりと楽しんだ。まあ、ドリンクバーから出したから。いかがでしょうか。いかがでしたか。いかがって言われてもね、お腹に入ったって感じ。美味しかったよ。ロノ君に伝えておきますね。絶対やめて、やめて、絶対本当にやめて。調子乗るからまた。まあまあだなって言っといて、お願い。きっとすごく喜ぶと思います。やめてやめて、調子に乗っちゃうの。ダメなんだから。ムーちゃん、ムーちゃんの分も用意してもらいましょうね。これからスパルタ教育で行こうと思います。やったー、楽しみだじゃん。なんかベリアンとずっともみたいになってるね、私たち。しかしそれにしても何ですか、はあ、一番喋ってるよ、一番会話数多いんだけど。最近忙しくしてすみません。忙しいって、あー、私が会議とかね。まあ会議は許せないけど、貴族の前に姿を現したくなかったからね。まあ、できればデスゲームのゲームマスターみたいなシルエット感覚で行きたかったんだけど、それはできないんだ。貴族との会議に何度もご出席いただいて、いやでもな、あそこで演説するのもありだったけどね。全然大丈夫だよ。知能天使が現れてから貴族もバタバタしているようですね。ざまあ見ろ、全部お前らのせいだ。確かに。あの、少し話は変わりますが、何ですか。はい、主様には話さないといけないことがあります。まだ隠し事あったの。嘘でしょ、もう何でも話し合い、腹を割って話す仲だと思ったのに。まだ腹どころか口の中も見せてもらってない。何の話。申し訳ありません。ごめんなさい、ムーちゃん。あ、ダメなんだ。いや、耳打ちでこそこそで言って。あの、少しだけ主様と二人にしてもらっていいですか。ベリアン？え、はい、わかりました。ベリアン？はい。失礼しますね、アルジさん。ダメだからね、開けちゃダメなんだからね。もう準備はできた。さてと、何ですか？あそこにふかふかのベッドありますよ。改めてどうしたの。この間のバスティン君についてです。あ、バスティンビーバーどうした。彼は契約している悪魔に飲み込まれそうになり。あ、そうだね、契約してる。悪魔ってさ、こっちを食ってくるパターンもあるんだ。エゴイストだな。それを主様に助けていただきました。はい、そうですね。主様、もう私っていうかみんなが助けたっていうか、ロノが最終的に助けたけどね。私っていうか、自分でもよくわからないけど、私は胸に手を当てただけ。あの、はい、何ですか。主様、主様、気づかれたのではありませんか。私も思った。バスティン、ちょっと胸が膨らんできてるって。そうだよ、その通りだと思う。悪魔執事になる条件について。あ、そっちね。それはなんとなく。やはりそうでしたか。ん？いろいろと誤解のないように改めて私から説明してよろしいでしょうか。おー、悪魔について。悪魔はなんか命を削りながら
契約してるから結構諸刃の剣だよみたいな話は聞いたよ昔。うんうん、私たちが悪魔執事になれる条件、うん、それは絶望を経験したということです。みんな絶望を経験、じゃあみんなそれぞれにストーリーがあるってこと？これからそれを辿っていくのかな。でもバスティンはさ、その絶望を今克服したからなんかあんのかな。絶望なんだろうね。絶望って結構抽象的だよね。つまりここにいる執事は、うん、それぞれ何かしらの絶望を経験しています。まあそうだよね、まあ、ラットなんかは特に分かりやすいけど、ラットの恩返し。悪魔を身に宿すには強靭な精神力が必要です。なるほど。じゃあ本当にただの善人っていうか、ただの何も知らない純真無垢な人はなれないってことね。普通の人が悪魔と契約すると心が耐えきれず、すぐに魔導服に飲み込まれて死んでしまいます。あー、キングダムハーツのハートレスみたいだね本当に。しかしここの羊たちは皆さん絶望を経験して、絶望か、悪魔との契約にも耐えられる心を持っているのです。絶望だからね、苦悩とかじゃないからね。絶望って最悪の最低ラインでしょ、最悪の最下層値でしょ。みんな強いんだね。なんだその感想。そう言っていただけるとありがたいのですが、うん、前回のバスティン君のようにその強さは案外脆いのです。ま、絶望、そうだよね。あれだよね、コンプレックスとかトラウマとか恐怖症とか克服しようと思っても、自分ができてると思ってもいざという時にそれが出ちゃったりするからね。どんなに強く強靭でも、私たちは悪魔じゃないからな。折れる時はポキッと簡単に折れてしまう。じゃあみんなその可能性があるってことか。ラトなんかは大丈夫なの？そういう危うさが常にあるような気がします。なるほど。ベリアンも絶望したことがあるの？あ、気になる。ベリアン。それは、あるんだ。でも聞いてほしくないのかな。じゃあいいよ。はい、そうです。あるんだ。絶望って話したくないよね。もう遠い昔のことなので。何歳なのベリアンは？ 29 歳ぐらいって聞いたけど。遠い昔？何に絶望したのかを忘れてしまいました。嘘！じゃあ、幼少期の話ってことかなこれ。幼少期のありえるよね。そっか、絶望が思い出せない。じゃあ、いざトリガーを引くかわからないってことか。何がトリガーを引くのかも。申し訳ありません。すみません。暗い雰囲気にしてしまって。いやー、こういう話は重要だよ。なんか、笑うだけの関係もいいけど、深い話ができる人も重要なんじゃない？全然大丈夫だよ。あまり明るい話ではないですからね。ここからが本番だよって服を脱ぎ始めるの。ベリアンさん、あなた、たくましい上半身してますね。正直お話しするか迷ったのですが、何も言わないで放置しておくのは主様に失礼かと思いました。でも本人が決めたならそれを尊重するよ。ありがとうベリアン。いえいえ、こちらこそいつもありがとうございます。おー、なるほどね。じゃあそれぞれに絶望があって、で何かを抱えてるから、それを気をつけながらこれから戦闘した方がいいってことね。でも分かんないんだよな絶望って。主様には感謝してもしきれません。私なんかしたっけ。私は、それでは私はそろそろ失礼しますね。うん、はい。長い間ムーちゃんを待たせてはかわいそうですから。ベリアンさんダメですよそんな。ベリアンさんやめな、ボス気にせ。そう言うとベリアンは部屋を後にした。お、悪魔執事の過去、普段明るい優しい彼らの裏にどんな絶望があるのだろうかね。バスティンの時みたいに急に出る可能性もあるってことか。辛い過去を抱えながらも天使と戦う彼らを俺は少しでも支えてあげたい。そうだね。私はメンタルケアのためにいんのかな。もしかしたら。ベリアンの去った部屋で俺はそんなことを考えていた。そのために呼ばれたのかもね。
羊たちの心の支えとなるようにみたいな感じで。ふーん、なるほどね。絶望か。絶望ってでもテーマにされるよね、よく。でもさ、大体絶望ってなんかさ、ヒーロー側しか描かれないじゃん、基本的に。ヴィランの絶望ってあんまり描かれないじゃん。まあ、最近はそういう作品も多いけど、基本的にはその日の夜。いって、あ、傷が入ってる。うわ、罰にしてその傷もう一本入れたい。罰にしてさ、なんか宝の地図の印みたいにしたいね。罰入れて、モンキー D ロノになってほしい。ロノ君、もう少し我慢してね。ロノ君は我慢強いから大丈夫。なんかルカさん、別にそういうことしてるわけじゃないんだけど、ボーイズラブの匂いがするんだけど。私の喋り方っていうか、これルカさんの喋り方からかな。なんすかそれ。何では。いや、乳首ドリルすな。はい、次は背中だ。消毒するよ。あ、これがゾロなら今背中に傷をつけるチャンス。うん、背中の傷もだいぶ治ってきたの。あ、剣士の恥じゃん。だけど油断は禁物。ちゃんと消毒はしておこうね。うん。ねえねえ、ちょっとだけ染みるかもしれないけど頑張って。大丈夫です。私が染みるのは犬の映画の最後のシーンでお別れが来るところだけですから。ぐっ、いったなんてね。それにしても暴行されたらしいけど、致命傷がないのは幸いだってね。致命傷がない？なんで？ハリネズミが持つような待ち針で刺したのかな。そうですね、体を丸くして守ったんですよ。あ、言うよね、よく。護衛のためには体を丸くすれば最小限の傷で済むみたいな。骨とか折れないからかな。あれ、よく分かってないんだよね。さすがラノ君。うん。ねえねえ、ところでバスティン君が悪魔化仕掛けたって聞いたけど、ひどいよね。丸まって蹴っていいのはサッカーボールだけだぞな、団長。もう本当に怒りが湧いてくるね、あの団長には。一流レストランがトンボをよだれかけにしてるぐらいの不快感ある。主様とロノ君でそれを止めたんだよね。まあ、俺というより主様が止めたって感じですね。ま、あれ難しいな、判定が。 VAR 判定用意してほしい。心の中とか映せる？だけどこれもベリアンに聞いたんだけど、ルカスさんも絶望があるってこと？あんまり表に出さないよ。ルカスさんの絶望気になるな。ロノ君と主様がバスティン君の心に入ったと聞いたよ。ロノ君、一体何があったのか教えてもらえるかな。あ、ルカさん。あ、でもさ、なんかあれだよね、医師の方ってさ、その心身の状況とかよく聞くよね、アンケートとか。正直よく覚えてないんすよね。よく覚えてない。あ、記憶が改ざんされてんのかな。主様に手を握られてバスティンに触れた瞬間、あいつの心の中に入ったんですけど。あ、それは覚えてるんだ。心の中でバスティンが黒いもやに包まれていたんですよ。うん。黒いもや、悪魔化してたってことかな。なるほどね。悪魔か。ええ。多分そうだと思います。悪魔化って何なんだろう。そこで主様と一緒にバスティンの名前を呼んだんです。頑張れ頑張れバスティン。ヘイヘイバスティン。バスティンバスティンバイバー。バスティンバスティンビーバー。おお。ヘイおお。ヘイバスティンバスティンビーバー。バスティンバスティンビーバー。両手にペンライト持って。押し打ちは持ちながら応援してた。そしたらバスティンの黒いもやが徐々に晴れていったんですよ。ああ、それ、そんなさ、グラフィックシアターみたいなものしか見えなかったの？その心情とか見えなかったの？なるほど、なるほど。とても興味深い話だね。確かに。それでバスティン君の悪魔化が止まったと。止まりました。主様に特別な力があると考えるのが自然だね。あ、私に？嘘？なんで？どうして？え、生まれた時よ、何も言われてないんだけど、親から。え、黙ってたってこと？なるほど、なるほど。教えてくれてありがとう。なんで？どうかな？
それで今のバスティン君はどんな感じかな。転生したら主様が人の心を暴き出す能力だったけん、正直前とあんまり変わんないんですけど、人のプライベートの部分をすぐに覗ける能力を手に入れちゃったけん。でもだけど一個だけ変わったといえば、おう、少しだけ前より笑うようになったんですよ。あ、いいことじゃん。スマイルってよく言うよね。スマイルゼロいんだけど、笑うようになった。へえ、バスティン君が、いいじゃん。心理面で何か変化があったのか。まあスマイルはプライスレスだけど、自分が気持ちよくなれるよね。うん、きっと彼の中の何かを乗り越えたんだろうね。そうだね。なんかバスティンは絶望を取り除いたというより、一緒に歩いていくことを決めたみたいな感じはしたね。それなのかな。やっぱり取り除くことはできないから、一緒にそれを抱えながら生きていくっていうことが脱却につながるのかもね、もしかしたら。どうなんすかね。なんていうのかな、そのトラウマを悪い方向に捉えるんじゃなくて、いい方向に捉えて、で自分の人生の糧にするのが一番生き方として正しいってことなのかな。それじゃあおしまい。よく我慢できました。だってバスティンはジェシカとの記憶なくしたわけじゃないからね。ありがとうございます。あ、その傷口に沿って傷開きたい。またあ、こんなに割った。あのアーチくぐりたいな。ああいうアーチってくぐりたくなるよね。なんか異次元にワープしそうで。翌朝、俺は朝日を浴びに裏庭に出ていた。あー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 、時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり、庭にいたり、誰も盆栽しなくていいのよ僕。朝日が気持ちいいですね。確かに素直だな。朝日が気持ちいいと素直に言える、略して朝日なお。ふむ、これでいいか。ここに剣を刺して。あ、バスティンビーバー、その謎に長いもみあげの毛は切らないのかい。そっちを伸ばしてる人初めて見た。これでいいか。そこだけ伸ばしてる人初めて見た。おはようございます。主様。おはようございます。おはよう、バスティン。あ、そんなに体調悪くなさそうだね。おはよう、バスティン。バスティンさん。おはようございます。バスティンさん。ムーおはよう。あ、顔つき良くなったじゃん。よかった。すまない。もしや物音がうるさかったか。いや、そんなことないっていうか、ねえ、だっていつも執事なんて騒音だらけだからさ、このぐらいの音、日常茶飯事っていうか。うるさくないけど何をしてたの。ああ、これはジェシカの墓を作ってた。あ、なるほどね、庭にね。そうなんだ。うん、墓といってもただの石に名前を彫っただけだが、いいんじゃない、気持ちがこもってれば。今まであいつの存在すらをも忘れようとしていたんだ。そうなんだよね、これなんじゃない、向き合うことを恐れて。うん、そうだね。ああ、だからこの墓は向き合えた証拠だ。ああ、いいじゃん。あ、なんか今ジーンときちゃったね。バスティンが前を向いてるっていう知れて。そっか、何も言ってねえな。主様、それもこれも主様のおかげだ。うん、ロノのおかげでもあるけどね。俺は特に何も。本当だな、いい感じしろ本当に。何？おはようございます。オベリオンド、主様、ここにいらしたのですね。主様、おはようございます。おはよう。ミートソーススパゲッティまた食えないね、かわいそうに。おはよう、ベリアン。バスティン君。バスティン君もおはようございます。あ、ベリアンさんはな、なんかベリアンさんなんだかんだ一番モテそう。ベリアンさん、おはようございます。ベリアンさんね、ベリアンモテそうだよね一番。おや、恋バナ聞いてくれそうなランキング第1位じゃない。おや、この間話していたお墓完成したんですね。なんかルカスさんは、ああそうなんだねってなーなーで済ませそうだけど、ベリアンはちゃんと
正面切って聞いてくれそう。ああ。ああ、この通りだ。あ、いいじゃん。お墓に剣ですか。バスティンらしいね、確かに。あ、でも、でも、戦士として死んだから、剣を刺すのは、ふさわしいんじゃない？戦士としてのお墓でしょ、だって。そうだろうか。俺らしいか。うん。ありがとうございます。ふ、ありがとう。そう言ってもらえて嬉しい。おう。感情出すようになったね。いいじゃん、バスティン。なるほど。バスティン君、穏やかな表情をしていますね。ね。悪魔化仕掛けて以来、再び悪魔化する兆候は見られません。絶望をした人が、この悪魔化できるんだけど、その絶望を掘り返すことで、命の危機にさらすと、絶望か。やはり完全に悪魔化から出しているようです。あ、そうだね。悪魔化から、あるんだ。すべては主様のおかげ。なんか宗教的になってない？私、別に祀られてもいいけど、十字架にくくりつけられてもいいけど。ベリアン、大丈夫？私のお墓は十字架にくくりつけて死体さらしといてよ。あ、すみません。少し考え事をしていました。うわ、趣味の悪い邸宅って。多分彼女来たら惹かれる。バスティン。お、ヨッシー、何してるの、ヨッシー。おい、バスティン。あ、アモンだ。おはようございますっす。下取りキャンペーン。おはようございますっす。主様、ベリアンさん。お、ヨッシーも変えてるじゃん、衣。ヨッシーは行かないんだね。アモン君。おはようございます、アモン君。ほら。ゼログラビティベロを使ってきたんだけど、ねえ、今まで下だったじゃん。下を出すのは今度上だよ。そっちまで来て、うわー、かわいそう。選んだな。そっちに方向転換したんだな。アイドルフェイスになったわ。やってるやってるもん。これバスティン、これ頼まれた花のナイス。あ、アモン、私今のところアモンは結構上位で好きだね。アモンもよし、可愛いよね、アモン。アモンさん、ありがとう。うん。ああ、そっち、そっち下取りキャンペーン。デリフィウムっていう話すよ。あ、なんか聞いたことある。デリフィウムってなんだっけな。なんかなかったっけ、デリフィウムって。ん、アイアンマンかな。色がバスティンの髪に似てるっすよね。ああ、緑色ってこと。うん、海藻わかめ。そうだろうか。アマンに花を頼んでたの？ああ。見せてあげよう、輝く世界、プリンセス自由の花を。ああ、墓の周りがあまりにも殺風景だと思ってる。あ、いいじゃん、花を添えて。え、バスティン、そういうカーネーションとかも覚えたんだ。素敵です。素敵ですね、バスティン君。ね、あー、いいじゃん。バスティンは忘れてないんだよね。別にないがしろにしてるわけではないんだよ。ちゃんと心の中に刻んで、ね、前を向こうとしてんだよね。だけど。まあ、もっといろいろ植えて派手にするのもいいですけど、それはあんまりバスティンの好みでもなさそうだし。あ、よし、わかってるじゃん。そうっすね。デリフィウムだけでも十分綺麗だと思うすよ。あ、なんかいいね。え、これさ、なんか嫌な展開を思い浮かんじゃった。え、この執事の邸宅に誰かが攻めてきて、バスティンの墓が荒らされんの、いや、一番見たくないね。急な頼みを聞いてくれてありがとう、アモンさん。さん付けなんだけど、タメ口なんだよね。面白いね。花に関する頼みならいつでもオッケーすよ。あ、バラ出して、どっから出したバラ。バスティン君は以前よりも表情が明るくなった気がします。それさっきも聞いたね。悪魔化を出したことと何か関係あるのでしょうか。もうずっと言ってる、これ。どうしよう。 LINE で返すことがなくなって、でも LINE を続けたい。恋愛中の男子みたい。まあ、いずれにせよいい変化かもしれません。あ、主様。さて、それでは主様、そろそろ朝食にしましょうか。朝食いいね。何食べる？じゃあ
ローストビーフにコッペパンプラス四角いバター。キッチンからいい匂いがしてきました。ロノ君が朝食の準備をしているようです。あ、ロノッティいいじゃん。うん。おお、ロノ、ロノは墓を見るのかな。何ここ、東の、いや来たー、うわ見たくなー。ヘドが出る邪悪な悪だ。コンコン、はい。誰、なんだ、何このイケメン、こんなイケメンいた。あ、待って、いたわ。最初にパーティーしてた時に来たわ。入れ。あ、右目どうしたの、充血してんのかな、はい。あ、夕飯だ。夕飯はな、ちょっとかわいそうだよな、正直。失礼します。夕飯、何か用か。あ、え、なんかこの人悪い人に見えないけどな、あんまり。ふぶき様。うん。この作戦はふぶき様のご命令でしょうか。あ、言った。度胸あるね。そうだよ、言ってやれ言ってやれ。上層部がいろいろ派手にやらかしてるからな。この作戦とは何のことだ。これとぼけてんのどっち。怪しいな、右目隠してるし。右目隠すし、秘密事も隠すんじゃないか。ぐ、サルディスケの部隊が行方不明ということにして、悪魔執事を誘い出し、黒蛇の団に襲わせたことです。うん。ああ、それか、知ってるんだ。もう吹雪、本当に。名前が吹雪だけに人の進路を妨害してくるな。名は体を表す。私の発案ではないが許可はしたな。したんだ。わ、もうこれ戦争ものじゃん。おうおうおう、マジおう。そうか、ユーハン、お前も騙されたのか。は、どういうこと、騙されたって。ダメだぞ、軍人ならもっと疑い深くなれ。え、どういうこと。その童貞を殺す洋服みたいな、胸板開けた服着てるけどさ、元巨乳なのかな。今はそんなこと聞きたくありません。あ、ユーハン怒ってる。いや、それ怒るよね、夕飯。ありえないよね。ん、どうした、怒ってるのか。いや、怒ってるよ、もう。クマさんパンツとかのレベルじゃないからね。本当に野生のクマ連れてきてパンチさせるレベルだからね。このような蛮行、サルディスケのすることですか。ねえ、ひどすぎる。私は、今、夕飯の声。いや、聞こえたよね、今。私はって、私は言ってないからね。あんないい声出せないの分かってるでしょ。私は恥ずかしいです、サルディスケの軍人として。軍人、悪魔執事は命を懸けて天使と戦っています。言ったれ言ったれ、ユハン行け、もっとだ。そんな人たちに感謝をするのではなく暗殺を企てるとは。そうそう、言ったれ言ったれ。赤いファミリーじゃないんだから。赤いファミリーはそんな愚行は犯さないぞ。ふぶき様、あなたの考えは間違ってる。ふむ、私を諭そうとしてるのか、ユーハン。わあ、ふぶき、やだね、なんか次国よりいちみたいな見た目して中身全然似てないな。サルディスケ当主のこの私をそんなに誇りを持ってんならさ、もうちょっと当主らしいことすれば。私欲に溺れた国はすぐ滅ぶからね、歴史が教えてくれてる。それなりの覚悟があってのことだな。ああ、脅してんのこれ。それは、あ、また喋った。いや、夕飯も同人誌に聞こえるな。ほら、ああ、嘘。これ何するの。どちらが剣で人参を切るのがうまいでしょう。から、え、剣、一体何のつもりですか。うん、私を止めたいならその件で私を今ここで殺せ。なぜ。いや、なんで。なんか見たのかな。これ見る前にさ、なんか X メンとか見たのかな。特殊能力を手に入れたとでも思ってんのかな。何をおっしゃってるのですか。うん、お前がそんなに悪魔執事を助けたいなら私を殺せばいい。え？いいんですか？プライスレスですか？
そんな私もなんとなく悪魔執事の暗殺を許可をしたわけじゃない。どういうこと？それなりの覚悟を持って決断している。ああそう。ふーん、あ、買い物行ってきてよのノリでやったんじゃないんだ。サルディスケ投手としての誇りだ。誇りとまで言っちゃうの？汚れだよ。いやそうだよね、夕飯くーんになっちゃうよね。どうした夕飯？じゃあもう夕飯はチャーハンになりましたから。残念、中華料理にレベルアップしました。何を突っ立ってるんだ？え？お前の覚悟はその手で。くたばれ吹雪。それは。そんな覚悟で私に説教など垂れるな、夕飯。やだね、権力とその手を出せない地位を利用してこういうことしちゃうんだ。パワーハラスメントとはこの人のこと言うんだね。私はサルデスケのためなら死んでもいいと覚悟を決めてる。もうこれはさ、多分教育で受けてきたんだろうね。こうやって思想が入ってるわ。サルデスケ繁栄のためならどんなに冷酷なことだろうと躊躇なく実行する。わあ、まあね、そういう教育を受けてきたなら仕方ない部分あるよね。だって日本とさ、アメリカが文化が違うように、それぞれに常識が違うことだってあるよね。そりゃだからこの荒れ狂う時代に広大なこの一族を治めていられるのだ。でもそれが他国に通用するかって言ったら通用しません。片道切符だよ。ぐっ。悪魔執事が現れてからの長い間、我らがサルディスケの勢力はグロバナー家に負けている。ずっと言ってるね、それ。どんだけ劣等感強いんだよ。ジャハンも同じようなこと言ってたの。こんなおかしな状態は一日でも早く正さなければならない。一方的な恨みで相手に攻撃をしていいの？暴力で解決する？でも暴力で解決するってことは自分も暴力を振られる覚悟はあるってことだよね。これ多分態度から接するに、態度から察するに、そうだよね。ですが、ほら、何この気まずい空間、嫌だな。悪魔執事のおかげで天使による被害者が減っているのも事実で、なんか携帯キャリアショップで何も操作の仕方がわからない、スマホ持ってきたおじさんと、何が困ってるのかわからなくて対応に困ってる携帯ショップの店員さんみたい。被害者が減ったから何なんだ？え？民の命が助かっております。夕飯キュンときちゃやばい。夕飯かっこいい。夕飯かっこいいな。右腕もさらけ出すし、自分の本心もさらけ出す。それが夕飯。ふん、民の命か。それももちろん大事だが、国とは民だ。サルディスケが世界の頂点に君臨することが大事だ。うーわ、権力に溺れてるよ。やばいよこの人。それが天使に怯える世界であっても、もう本来の目的を失ってるじゃん。守ることじゃなくて自分たちの地位を優先させるんだ。そんな人に任せておけなくない？だって不吹雪様、だっていざ天使がさ、世界を壊したら逃げてどこかに行っちゃうってことでしょ？もちろん表向きはグロバナー家とうまくやるさ。うわー、やばい。吹雪好きじゃねえ。吹雪全然好きじゃない私。だが裏の牽制はしっかりと進める。うわー、吹雪やだわー。もう権利、こういうことなんだろうね、貴族って。政治の基本だ、夕飯。まあ、まあ確かに相手に力を示すのは大事だけど、それが自分の都合で相手を傷つけている理由にはならなくない？どうなのそれは。ですが、私たちは常識なんて知りませんって感じ。お前は優秀な軍人だ、夕飯。うん、私はお前を失いたくないんだ。何を言ってるの？
部下失うよそれは。絶対謀反起きるって。だから今日のことはなかったことにして忘れてやろう。なんで上からなん、腹立つな。やばいな、もう夕飯今にラクダのように胃袋出すね。胃痛がすごい。なんだ吹雪この野郎、お前よ、恋バナ家で恋バナしようぜ。